めまして、こんにちは、秋の香りです。今週は区内を代表する老舗をご紹介する老舗巡りをお届けします。今回お話をお聞きしたのは、人形町に店を構える和菓子の老舗三原堂本店です。それでは早速レポートをお聞きください。皆さんこんにちは、リポーターの新宮志保です。今回の老舗巡りは、人形町にお店を構える和菓子の老舗三原堂本店です。水天宮前の交差点を望むお店に伺い、お店の歴史や町への思いなどを伺いました。どうぞ最後までお楽しみください。それではここからのお話、三原堂本店営業販売部の伊藤嗣明さんに伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。三原堂本店、はい、水天宮交差点の角に、はい、ありますお菓子屋さんに、お邪魔しております。はい、まずはこちらのお店の歴史から伺っていきたいと思います。創業は、はい、創業はですね、明治10年ですね。はい、明治10年、はい、じゃあ今で何年になるんでしょう。だいたい10年近く営業しております。ずっとこの場所、はい、人形町で。そうですね、おかげさまでずっと創業以来この場所を生まずに営業してまいりました。そうですか。はい、もともとは何を売っていたお店なんでしょう。もともとはですね、水天宮のすぐ近くということで、一応その水天宮のお守りをかたどった、お守りもなかという、小豆がね、基本の、お菓子を、それを販売して始めたのがきっかけです。一番最初はではモナカから始まって、モナカですね。はい、それから今いろいろとお菓子の種類ありますけれども、はい、どんなふうにこう歴史をたどって増えていったんでしょう。そうですね、初めはモナカ一本で、営業してたんですが、うちの小豆がちょっとおいしいということで評判で、それではいろいろなものをちょっとだんだんと手掛けていって、和菓子もなかから始まりました。どら焼きですとか大福ですとか、代表的な和菓子を手掛けてから、それからやはり初代の、創業者がですね、他のものにもちょっと興味を持ち始めまして、おせんべいと、洋菓子の方にも徐々に進出して、今では浅く広くですけど、手広く、やっております。今でいうと、はい、こう商品の数どのくらいありますかね。はい、そうですね、全部合わせると100種類近くは品種別でとあると思います。はい、和洋合わせまして、はい、先ほどまず始まりがモナカというお話ありましたが、はいはい、そしてあんこが美味しいと話題になったと。はいはい、私今日お店に伺ってびっくりしたことの一つが、はい、あんこが四角のこうパックに詰められて売っていますよね。はい、そうですね、はい、一応うちの元のあんこで、北海道産の一番いい小豆を使っているということで、はい、それにはこだわってますので長年とですね。はい、他のお店のあんことの違い、はい、どんな風に感じていらっしゃいますか。やはり熟練された製造方法によって味だけはどこにも負けないという自負はしております。そのおかげでここまでやってくれましたので、はい、あんこだけを売ってるのって珍しいのかなって思いますか。そうですね、今なかなかそういったところないかもしれませんけど、やはり元は小豆ですから、はい、そこから始まりまして今でも、おかげさまで、続いております。じゃあその昔からのこう名残があるということですね。そうですね、はい、このあんこはどうやって食べるのがおすすめですか。そうですね、いろいろそのままでも召し上がれますし、そのまま好きな方は、あとはですね、お汁粉にも、もちろん基本はお汁粉にも、粒あんとこしあんが両方それぞれ別々に販売してますので、お好みで、何倍かに薄めて、お汁粉もしくはぜんざいのようにお使いになられるとか、あとはやはりお好きな方はもうパンにジャムとかの代わりにあんをつけてそのまま召し上がるって方も結構そういう方も多いです。だから召し上がり方はもうその方の自由ということで、つまり自分であんパンを作ってしまうということですよね。ちょうどそのままでちょうどいい柔らかさのあんと甘さですので、はい、パンにつけても美味しいかと思います。おすすめです。じゃあいろんなアレンジがあんこ自体でもできそうですね。はい、
お客様はどういった方がいらっしゃいますか？そうですね、ここは人形町という場所柄的に、まあ、オフィス街でもありますので、そういったオフィス関係の会社の関係の方ですとか、はい、あとは、まあ、近年はだいぶ人形町というところは商業的にも観光地で行ってきて結構、お客様が来られますので、大体、4割ぐらいが観光のお客様、あとは、地元のね、昔からながらの親子代々続くような地元のお客様も人形からでも愛されております。明治から続いているということで、はい、地元の方にも愛されている、はい、ということですね。先ほどはそのもなかから始まって、はい、今そのあんこを使ったお菓子いろいろとあるというふうに伺いましたけれども、はい、その他にもこのお店を代表する和菓子あるんですよね、はいはい、そうですね、こちらで毎日実演で焼きながら販売しておりますどら焼きですとか、まあ毎日 朝生という形で製造しています豆大福ですとか、まあ、何種類かありますお団子ですとかね、はい、まあ、シンプルですけど日本だ、まあ、代表するような和菓子ということで、はい、その他、こだわっております、はい、その他にも、はい、まあ、こちらのお店の、まあ、代名詞と言っていいものがありがとうございます、はいはい、塩せんべいと申しまして、一応こちらでは、まあ、まあ、古くからやっているんですが、塩せんべいという名前の通り塩にちょっとこだわっておりまして、実はドイツからちょっと入れているクリスタルガイエンというちょっと希少な、まろやかな味のする、自然塩をちょっと原料に使いまして、まあ、おせんべいに限らず全ての商品に今ではそれを原料として使ってるんですけど、はい、そうですか。そのお塩を生かした、まあ、パリッとした味の、塩せんべいというのが今うちの、まあ、こちらのお店の代名詞みたいな感じになって、まあ、なっております、はい、おせんべいは、はい、は日本のものですけれども、はいはい、お塩はドイツの、はい、海外のものを使っていると、あちらにもちょっとサンプルがあるんですけど、あいった、ありますね、はいはい、あれはどのくらいの大きさでしょうか？あれはですね、まあ、サンプルでもと年々溶けて、実際はもっと3倍ぐらいの大きさあったんですけど、へ、はい、なんかこう大きな、はい、つららのような見た目のものが、半透明の、ね、ね、はい、塊があります。一応クリスタル岩塩と言われてますので、クリスタルな、ホワイトクリスタルという名前のお塩です。お塩ですか、はい、そうなんですよ、はい、へ、じゃああれをまあ飾っていて、そうですね、はい、あれが一応代名詞になってますので、あちらもこう使った商品があるということですね、はいはい、そうですね。それからもう一点、はい、珍しいなと思うのは和菓子と洋菓子どちらも、そうですね、置いていらっしゃいますよね、はい、洋菓子に関してはどういったものが、はい、洋菓子はですね、まあ、生のケーキがまあ中心になってますが、昔からのまあショートケーキですとかシュークリームですとか、あと、まあ、アップルパイですとか、あとは、サバランですとか、昔からシンプルですけど、はい、そういったものが今でも愛されてますね、はい、サバラン、さっきあった1個がなくなってしまいましたけれどもそうです、ね、本当にこうショーケースを見ていると、はいはい、昔ながらのこう、そうですね、洋菓子を思い出すような、そういったラインナップになっていますが、そうですね、はい、それは創業と、それ一応そうですね、そのままいいものを受け継いで、うん、今でもやはりお客様から一番焦るのはシンプルなもので、昔からあるものが何か、まあ、ある意味レトロというところもあるんですけど、それをなんか求められてくるお客様も多いですので、それを一応大切に守っていきたいなと思って今やっておりますね。じゃあ洋菓子を始めた頃から続いているものを、はい、そうですね、はい、ちなみにこう洋菓子分野はいつ頃からこのお店では始まったんでしょう、はい、ですね、まあ、詳しくはちょっとあれですけど、戦前ぐらいからは、まあ、だいぶ、そうですか、古くからもやっております。じゃあその当時だと、はい、そうやっぱりこう材料が高価だったり、そうですね、していたかもしれませんよね、はいはい、店内入りまして、こうショーケースにこうずらりと、はい、ケーキ、ホールケーキ、はい、それからおせんべい類、おまんじゅう、はい、いろいろとありますけれども、はい、中に一つ、はい、お赤飯がありましたが、はい、こちらは、お赤飯はですね、まあ、日常的には、パックで、まあ簡単な少量ですけど限定では毎日販売しておりますけど、あとはお客様のご要望に応じて、まあ、お祝い事ですとか、そういった形で、傾聴関係でね、ご注文いただければお作りするという形で販売しております。はい、お赤飯ってこうお菓子屋さんで、そうですね、まあ菓子屋の基本みたいなところですから、はい、まあ
以前からまあ伝統あるところとか、いや自家製でもやられているところもあると思いますので、はい、こちらはまあおかげさまでお次はのもち米も美味しいと言われてますので評判、いいですので、一応まず最初に、はい、小豆が美味しいというお話が、ね、 ありましたって、はい、もち米も美味しい、そうですね、まあ独特のまあ製法で やってますので、それでまあご注文いただければお作りする、ある程度の量をお作りすることができますので、はい、じゃあまず赤飯が食べたいという方は予約がおすすめ、はい、そうですね、はい、でも少量は毎日販売して、ね、パックでは販売してますので、ただ限定品ですので数に限りがございますので、だいたい午前中ぐらい売り切れるパターンが多いですね。そうですか、はい、今お邪魔しているのも午後ですけど、もう今日はちょっともう販売してます、はい、大人気のじゃあ赤飯にも皆さん注目していただきたいなと思います。伊藤さんご自身はこちらのお店に入られてどのくらいになるんですか？会社にはもう金属もおかげさまでも40年近く働いてますけど、はい、40年、はい、ということは40年前の人形町もご存知で、はい、それは、うん、まあ、途中から30年ほど前からこちらに、はい、勤務させていただいてますので、まあだいぶ変わりましたけど、来た当時から。その当時のお話ちょっと伺ってもいいですか？はい、そうですね、まあだいぶというか、まあ外見はそんなにはもうこういう感じになってますので、本当にこう水天宮さんがあり、はい、車が通っていて、ちょうど交差点のね、はい、四つ角ですよね。そうですね、はい、はい、まあ水天宮はもう、まあ、もうちょっと古い建物でしたけど、建て替わりましたけど、まあところどころは変わりましたけどね、はい、建物自体はそんなに風景は変わっていないと。そうですね、はい、このビルに新しくなってちょうど私も来たものですから、ちょうどその時期から、はい、人の流れはどうですか？そうですね、まあ前に比べるとやはりね、やはり以前はオフィスっていうか、まあ会社の関係がその頃は多かったですけど、今やはりだいぶ観光のお客様も増えてまいりましたね。あと外国の方も多いですし、外人、はい、海外の方もこうお店にいらっしゃることありますか？ちょくちょく来られますね、まあ、近くにホテルもあります、ロイヤルバッグホテルとかありますので、はい、どういったものを海外の方こう、やはり見てますか？割とね、割とおせんべいとか買われる方が多いですかね、まあ、洋菓子とかもそうですけど、はい、和菓子はやはりちょっとなかなかね、うんうんうん、難しいというのもある、まあどら焼きですとかは、はい、まあ、買われますけど。そうですか。でもこう見ててこう海外の方にとっては新しいと思うのもね、 あるかもしれないですよね。そうですね、まあ、そういったね、飾りのお菓子とかもありますから、はい、伊藤さんがこう一番好きなお菓子でいうと私はまあ、一応あんこには好きですから、どら焼きですかね。どら焼き、はい、やはり人にね、差し上げるときに喜ばれますので、まあ、おせんべいとともに、おせんべいと、はい、お菓子はこう贈答用としても ね、 そうですね、いいですよね、はいはい、まあ、これからだんだんと春も近づいてきていますけれども、はいはい、お菓子でいうとこう季節を感じられるものというと何かあるんでしょうか？はい、まあ、その時々のやはり他のうちもほぼ菓子屋ですので、その季節季節でいろいろなものが行事とかあると思いますので、うん、春ですとこれからですと、まあ季節的には和菓子ですと桜餅ですとか草餅ですとか、春を感じる、はい、まあおひな様とかね、おひな祭りもありますので、まあそういった、桜餅、草餅、それからもうちょっとすると柏餅ですとか、春は割とそういった生菓子系とかが一番、季節のお菓子ということで、はい、一番これから力を入れる、うん、季節なんです。じゃあこうシーズンにとか、はい、あと季節に合わせていろいろと、はいはい、そうですね、大体それに関するお菓子は絶えずやはり季節の変化にね、やはり対応していかなきゃならないので、はい、もう創業当時からこの人形町という場所で、はい、場所は変わらず、はい、ずっと商いされているということですが、はい、この下町人形町で、はい、お菓子の魅力を発信し続けるこう、はい、意味とか使命とかっていうのは何か感じてらっしゃいますか？そうですね、この人形町は手前どものお店に限らず老舗が多いです。100年以上続くお店も何軒かございますので、そのお店とともにね、やはり、長年お客様から愛されて、東京の下町の中心みたいな形で、まあ、昔良き時代のなんて言いますか、流れというのは、ね、そのまま受け継いでますので、それも大切にしてこれから もうお客様に、多くのお客様に愛されるようにこの形を守っていきたいなと思って、営業しております、はい。
いろいろとお話を伺ってきました。まずはその明治から続いている伝統を、はい、良きその伝統を受け継いでいくというお話も伺いましたが、はい、特にこのエリアというのは、はい、新しいこう住民の方々、これまで住んでいなかった方々が、はい、あの住居としてこちらに住まわれている方も多いかと思います。そうですね、こう新たな世代の方々にお菓子の魅力、どんな風に伝えていきたいと思われてますか？そうですね、それはまあ大切なことだと思いますね、はい。以前は確かに高齢の方が昔からの人形町ということでね、多かったんですけど、近年は本当に人口も増えて若い世代の方もだいぶ増えて、年齢層もだいぶ広がって、お客様の年齢層も広がってまいりましたので、うん、そういった、まあ、若い方も含めてね、一応下町の、まあ、味というか昔の伝統からの味、和菓子シンプルだけど美味しいというその基本的な良さをね、うん、これからも、伝えていきたいかなと思っております。はい、ここまでのお話、三原堂本店営業販売部の伊藤さんに伺いました。伊藤さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。伊藤さん、インタビューにご協力いただきありがとうございました。いかがでしたか？区内には日本を代表する老舗が数多くあります。区と共に歩んだその歴史と伝統を感じに、皆さんも老舗ののれんをくぐってみてはいかがでしょうか？きっと今まで気がつかなかった町の魅力にも出会えると思いますよ。